のか。今日はまた何で降りてきたの？ヌビレット様から直々にこの二人の囚人を護送するよう頼まれた。おそらく他の者には任せられないと判断されたのだろう。はあ、いいな。ヌビレット様みたいに偉大なお方に好かれるなんてさ。私なんかここへ次々にやってくる囚人の対応をすることくらいしかできないよ。スマイルサービスでも始めてみたらどうだ？もしかしたら業務における評判を上げられるかもしれないぞ。やめてやめて。ここに来る囚人なんてみんなしけた面してるんだから。どうしたらスマイルなんてできるってんだか。それにたとえ微笑んだって、囚人たちからすれば心の歪んだサディストにしか見えないんじゃない？確かに一理あるな。よし、引き渡し作業はこれで完了だ。二人とも、まずはここで登録をするんだ。もろもろの手続きはマレッテが手配してくれる。はあ、任せて。あんたもさっさと光り輝く世界に戻りなさいよ。旅人にパイモン、合ってる？うん、合ってるぜ。先に罪状とケーキについて確認するからね。君たちの罪状は、神の許可なくスネージナヤの施設が神のために誠心誠意用意したケーキを食し、フォンテーヌにおける祭りごとの中心を短期間の沈黙に陥らせた。ケーキ45日？ヌービレットがあのケーキをオイラたちにくれたのって、まさか。罪状からして君たちが大事をしでかせる人物であることは分かった。フリーナ様のスイーツに対する愛を考えれば、こんなのほとんど水神暗殺みたいなものだもん。こっちもいい経験になったわ、ありがとう。でもメロピデ要塞に入るための手続きはちゃんと終わらせるからね。あの板の前に立って、写真機で撮影するから。いいけど、いい感じに撮ってくれよな。